15年前、太平洋上に未知の超空間ゲートが出現した。その向こうに存在したのは、妖精や魔物の住む奇妙な異世界だった。カリアエナ島、サンテレサ市。この都市は地球世界の玄関口にあたる。雑多な民族と多彩な文化、その陰には数々の犯罪がうごめいていた。二つの世界、その先にオップクラフト、7月から放送開始。